ゲームシーズンある。いざ尋常に一本目勝負。危ないですよ。危ないですよ。使い手ごときタイヤが違う。超絶有利という意見と、まあまあ逆の意見があるということで。ダル君、本当にそうですよ。細かい立ち回りっていうか、小技が本当に弱いから、キャッチエイとかで追っ払われたとしても、危ないですよ。大振りに出し投げされるのは無理でしょうというイメージがあるんですが。残り14秒で宗月はだいぶ、おっと宗月は冷静だ。これがちょっと遠作ポイントだ。時間が4秒からの上がり1本目となる。さあ見事に読まれてしまいじゃん。2本目やった。これは宗月有利なんだ。宗月有利なんだ。はい、じゃあない。無理やりバカで行け。押し込んだ。これがどう出るか。まあ、ここで終わらせることができたらでっかいかな。勝負いけないのに。実践、まあ、なんていうか